レオンと私の物語。はい、お久しぶりです。今日はですね、この犬の気持ち、ベネッセさんのですね、雑誌をですね、年間購読、私、してみました。ねえ、ほんとペットを飼わないとですね、この犬の気持ちみたいなね、雑誌は買わないんですけどね。はい、お次もね、一緒についてました。愛犬と楽しく泊まろうペット宿ガイド。レオン君、興味津々、匂いとかね、嗅いでおります。これエスカレートするとね、噛み噛みしちゃうんですね。あともう一つ入ってましたね。しつけ辞典だそうです。まあいろいろとね、細かいことが書いてありますね。いい参考になるんではないかと思います。飼い主力アップっていうね、犬の気持ちクイズブックです。はい、あとね、ワンちゃんと猫ちゃんのね、保険ですかね、それも入ってました。今のね、雑誌っておまけ多いですね。これ、引っ張りっこザウルスです。はい、出てきました。引っ張りっこザウルスのザウルスくんです。使い方はね、雑誌に載っております。これね、なんか噛まれてもいいような手袋らしいですけど、大型で、ね、だったらね、やばいですね。はい、レオンくん、どうでしょう？お、やっぱね、ちょっといい感じなのか。あ、これね、気に入りましたね。自分のところへ持ってっちゃいました。はい。お次はですね、しつけ&お散歩トリーツポーチかな？これです。トリーツポーチです。外見もなかなか可愛いですね。カルビナちゃんもついて、どっかに引っ掛けられます。中は防水シートになってますね。この入り口の2つのとこくっつきますね。磁石になってます。なので何か、ご褒美のね、何か入れてても、落ちないんじゃないかなと思います。まだまだおまけがついてきております。お散歩ボトルホルダー。よく見るね、ボトルホルダーですね。ちょっとね、幅が大きいかなと思うんですよね。私ね、ペットボトルのお水の容器で、ね、500か600を入れるんですが、ちょっとそれ入れると、ブカブカですね。レオンくん。あらあらあら、持ってっちゃいましたね。気に入っちゃいましたよ。年間購読した理由は、この商品が使いたかったので、今回年間購読したんですね。これです。折りたたみゲージ！レオンくんとね、今度キャンプ行った時に、これキャンプ場で使えるんじゃないかと思いまして、ちょっと期待しております。ただ単に、これを手で広げると、バラバラバンとこう広がりまして、はい、こんな風にねゲージになります。でもちょっとね動かすとこんな風に縮んじゃうんですよ。ちょっとね不安なんですが、入り口はメッシュでファスナーで開きます。はい、上部はですねフルメッシュでファスナーで開きます。あ、見てください、ほらちょっとのね力でね畳まれちゃうんですね、これね。ほら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 、なんかちょっとおかしいんじゃないかななんて思うんですけどね。あ、レオンくんがね興味津々できました。上部もねフルオープンになります。先ほどの引っ張りっこザルスくんを入れてと思ったんですが、ちょっとの力を加えちゃうとこんな風にね縮んじゃうんですね。これはちょっと問題あるんじゃないかなと思います。上から見た感じです。いいですね。これキャンプ場でぜひ使いたいと思います。あらら、ちょっと困った。ちょっとねロックがあんまロックする場所がないんですね。それでねロックしたいんですけど、ロックしたらねしっかり自立するんじゃないかななんて思うんですけどね。やはりね静かなワンちゃんならいいんですけど、こういうゲージに入るのが嫌でね、こうジャンプしたりするとねどうなっちゃうんですかね。ちょっとこれは心配ですね。と言ってましたら、やはり見てください。あ、ひっくり返っちゃうし畳まれちゃうんです。あららららこれはね、ちょっとね、使い物にならないんじゃないかなぁ、なんて思います。ちょっとね、これ、ベネッサさんにちょっと聞いてみようかなと思いますね。ちょっと残念です。ほらほらほら。ね、暴れる子だとこうなっちゃいます。
雑誌にね、ヒッパリッコザウルスの遊び方がね、載ってますんでね、これを見ながらちょっと遊んでみました。もうね、このザウルスくんに、レオンくんメロメロです。もう、こう、ハイジャンプですよ、ハイジャンプ。追ってくるわね、もう、噛んだら離さない、みたいな。あと、このザウルスくん噛むと、なんかね、デンタル機能の布らしくて、虫歯予防にもなるみたいですね。いろいろと考えられております。あと、このね、伸びている紐も、この手のところからね、伸ばしたり短くしたりできるみたいですね。でもね、これ、噛みつき防止のこの布、ちょっと薄いんでね、ちょっと怖いです。まあ、レオン君は噛まないんでね。まあ、元気よくね、遊んでくれてます。もうね、そのうちね、はい。あ、やっちゃいましたね。飼い主、ちょっと飽きちゃったんで、ぽいやって。もう、レオン君ね、いいよ。一人で遊ぶよ、なんつってね、自分のとこ行っちゃいましたけどね。飼い主ね、それどころか、せっかくね、年間購読料出して、これが欲しかったんでね、商品来たんですけど、こんな風にね、縮んでっちゃうんですよ。飼い主の心も縮んでますね。トリッツポーチにね、実際レオン君にあげているご褒美のお菓子を入れてみようと思います。こんな風にね、磁石でくっつくのは便利かと思います。あとね、なんか先ほども言いましたけど、防水シートになっております。はい、もうレオン君早速見てください。ガン見しております。ここからね、もうどうにもこうにもね、食べさせて、なんつってきてね、やっぱり鼻がね、いいんでしょうね。もう、撮影どころじゃなくなっちゃいました。ボトルケースですね。私ね、この市販のペットボトルを使ってるんですけど、これ、ちょっと大きいかなぁ、なんて思うんですよ、ペットボトルケースがね。もう一本ぐらい入りますかね。あっと、レオンくん来ました。外側のメッシュと、あと普通のポケットが、計2つあります。何かこれまだ入りますね。ちょっと縦長ですけど、裏にも同じように縦長のポッケがついております。どうですかね。こんな感じです。今回ね、年間購読して、計ね、付録が3つついてきました。犬の気持ちはですね、毎月1回10日日発行だそうです。今回のこのね、付録についてたのは11月号です。また12月にですね、犬の気持ち送られてくるんで、そしたらね、また違う付録がついてくると思うんで、また紹介できると思います。今回ね、初めての犬の気持ちを読みましたが、飼い主、まだまだ勉強ですね。犬の気持ちがまだわかりません。最後までね、ご視聴いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。チャンネル登録もお願いいたします。レオンくんブルブルしてる、ブルブル。